ですね、秋っぽいね、花がね。そうですよね、うん、素敵な。はい、秋です。はい、秋です。スタート。やばいほどハッピータイム。はい、さあ2回目ね。2回目ですね。2回目です。始まりました。もうね、2回目となるとちょっと落ち着いてきますね。早いです。1回目はね、なかなか緊張したかもしれないね。したかもしれない、はい、でも良かったですよね、1回目もね。いや、もう大好評でしたね、はい、そうですよね。おかげさまで好評で、はい、メインパーソナリティの丸山さんです。ハッピー丸山です。はい、そしてアシスタントミラクルサリーです。サリーさん、ありがとう。そして応援会はゆっかです。ゆっかちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、はい、今日は2回目ということなんですけど ね、1回目どうでした？ね、私ね、あの、やっぱりすごい方のゲストだったじゃないですか。あ、東さんね。いや、最初緊張したんですけど、うん、緊張した。いや、大物の方ってすっごいあんなに気さくなのっていうぐらい、ね、あったかくて、ね、だから器が大きいね。そう、もう感動 しきりでしたよ、本当に。ゆかちゃんの YouTube 見てどうだった？そうなんです、視聴者として YouTube で見たんですけど、うん、こうビジネスみたいな難しいことをハッピーに楽しく学べるっていうのがすごく画期的だなと思って、なんつったってハッピー丸山さんだから。そうですね、めっちゃハッピー感ありました。なんかね、あの、私の知人もね、なんか伸び伸びしてね、まあ、肩にはまらなくてね、うんうん、まあ、いいなって。そうですよね、ね、はい、ちょっとまあ暴走 しちゃうところもあるから、ね、そこはね、ちょっと許していただいて。そうですね。はい、今日もですね、はい、経営者とかね、はい、あの管理者、それから会社のね、組織内のね、うん、コミュニケーションをね、良くして、うん、それでね、どん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 ね、うん、あの売上もね、モチベーション上がって売上アップ、うん、そういうお手伝いを ねさせていただきたいと思います、素敵な会社にしてください、皆さん。はい、はい、で ね、あの 今日のゲストも ね、すごいですよ。もうね、一瞬お会いした瞬間にハッピーになりましたよ。なりましたね、なりましたね。ね、なんか人間性のね、優しさがね、そうじみですよね。ね、なんかフレンドリーですごい良かったですね。温かい方ですね。次のコーナーでご紹介いたしますよね。はい、はい、じゃ今日も最後までお楽しみに、はい、お楽しみに。やばいほどハッピーターン。はい、ゲストコーナーです。はい、ゲストコーナーです。はい、ゲストコーナーですよ。このゲストコーナーでは、コミュニケーションに関わる専門家をお招きして、はい、コミュニケーションについてのお話をお聞きします。はいはい、今回は2回目ですね。はい、ゲスト、前回ゲストの東さんに続いてヤバいゲストをお迎えしました。はい、アメリカバージニア州出身で、外国人に対してアドラー心理学に基づいた相手の自己実現や目標を達成を支援しているマシュ・オンビさんです。オンビさん、ようこそいらっしゃいました。おいでくださいました。ショーンビンさんです。大変ね、今か今かとね、お待ちしてます。本当ですよ ね、もう皆さん、これ見るからにね、もう楽しい雰囲気なんですよ。オーラがね、もうハッピーオーラ満載のオンビンさんですね。今日はね、もう本当にいろんなことをね、はい、もうすごい方ですね。そうですね、はい、お聞きしたいと思います。うん、はい、そうですね、サリーさん、ゆっかちゃん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずね、あの、こうな、日本に長くいらっしゃるんですよ、のんびさん。はい、そうです。日本に来るきっかけは？来るきっかけはですね、マイクに近づいていただいて、はい、そうですね。はい、最初は、あの、親戚が茨城の鹿島に住んでまして、そこになんか初めての外国に来たかったので、それに行ったんです。それは観光ですよね。最初は観光です。そう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 。仙台行きました。ああ、いいですね。日本っぽいところに来た。そうそう。で、日本ずっと気に入っていただいて、それでこう日本に住むようになったんですね。その2年後に、秋田のところに住むことになりました。東京じゃなくて秋田。そうですね、普通だったら東京ですね。そうそうそう、普通だったら東京だけど、秋田っていうところがすごいですね。それでなんと、オンビーさん、もう私たち日本人では恥ずかしいくらいなんだけど、漢検2級お持ちなんですよ。そうなんです。さっきね、バラの漢字の書き方をちょっと教わりました。その発想がこうイメージしながら漢字を覚えられたんですね。はい、そうです。ただ私たちはこうやって線をこう書いてって覚えるからなかなか覚えられないけど、オンビさんのその柔軟な発想がね、すごいなと思って、まずそこに感動しました。感動しました。本当に素敵です。それでじゃあ、日本ではじゃあお仕事とかはそう、こう住むようになられてから、どういう方向に行かれたんですか？どういう方向っていうのは、最初、まあ、それなんか理系の仕事をそういう技術のサポートしたんだけど、あれはちょっとなんか、なんていうね、もったいないなっていうところがあっていうところがあって、どんどんどっちかいうとその人材育成の方に行ったきて、まあ、やっぱりそういう
私みたいな人、外国人に会社の中で結構困ってる人いっぱいあったんで、そこの人に、まあ、あとは会社に入ってる人がうまくその会社の風土に、うん、なれるように、仕事をやってきました。で新入社員の方とか、うんうん、こう中途採用で会社に入った方とか、中途採用の方もね、新しい会社に入れば新人だからね、はい、やはりいろんな人間関係とかお仕事を覚えられないとかぶつかりますよね、うん、ありますあります。オンビーさんがこういろいろご指導されてて、こう日本人とか、まあ、外国人の方も、多いですね、ご指導されるということで、はいはい、どういうのに一番壁にぶつかっちゃうんだろう。一番どういう課題が、ぶつかるのは、うん、上司があんまりはっきり何を言ってる、うん、言わないんですね。とりあえずなんか仕事をして、でも実際にその入っていい人が何すればいいかよくわかんない、うん、で日本に見ればわかるって話、うん、そういう身につけるっていうところがあるんですけども、その上司は日本人、日本人ですね。なるほど、そこのギャップが、ね、ギャップがありますね、よくある。じゃあこうやってこうやってこうしたらこうしてくださいってちゃんと言えばいいのに、うん、言わないで見て覚えてとか、そういうところがつかみきれなくて、そう、つかみきれない、どうしようって思ってどんどん落ち込んじゃったりとかするところのやっぱケアをされてる、そうですね、どんな皆さんお悩みがじゃ多いんですか。こう怒られて落ち込んじゃうとか、うんうん、仕事ができなくて落ち込んじゃうのかな。そうですね、まあ、一番大きいのは、うん、言葉の壁なんですけども、それなかなかその自分で孤独になってしまって、うん、なおかつ例えば2人の外国人だったらそれで2人で、ね、うん、つくんですけども、うん、それポンツ1人の部署に入ってなくて、なかなか他にコミュニケーション取れなくて、でどんどん自分の視野が詰まってなってきてっていう、孤独になってきたんです。同じ部署に同じ外国にいれば仲良くできるんだけど、だいたい1つの部署に一外国人、そう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 、孤独になっちゃうね、はい、ちょっと辛いですね。それ辛いですね、そういう時に、オンビーさんはどういうふうにアドバイスするんですか。まずはですね、うん、その人だいたいいる場所が仕事ほとんどなんで、うん、そうじゃなくてその他に人、他部署の人に紹介したりとか、うん、その会社以外のところにもあるね、行き場を作るっていうところなんで、うん、いろんなイベントを私でも自分で企画するんです、うん、イベントね、仲間を作ったり、そう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 、孤立しないようにってことですね、そうですよね、やっぱり一人で悩むのは辛いですね、ちょっと辛いと思うんですよ、で私は同じ経験がありましたね。本美さんでもそんな明るい超明るいですよね。そうそう、いや、リストラス2回ぐらいあってきて、まあ、なおかつ、長く付き合って人で振られまして、同じ時期ですね、なるほど、で仕事6ヶ月ぐらい全然見つからなくて、でやっと違う会社に入ってきたんですけど、あ、うん、そう、まあ、いろいろご苦労もさありました、なっちゃったね、だからこそアドバイスできる、そう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 、そういうオンビさんが、はい、まあ、会社でも人材育成されてて、うんうん、日本人のコミュニケーションですね、うん、そうそう、これからどういうふうに持っていったら、そういう外国の方とか、まあ、いろんな会社の中でグローバルでどんどんなってきてますけれど、うんうん、まあ、まずですね、とりあえず自分の持ったことを、うん、はっきり言った方がいいんです、はい、でやっぱりその特に日本人の場合は、うん、言ったことを相手どう受け取るかっていうなんか気になるんじゃないですか、うん、こんなこと言ったらなんか嫌われちゃうかなとか、うん、きつい言い方してると思われちゃうかなとか、いろいろ心配して言えないんですよ、そうそうね、そう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 、それはあるんですけども、うん、でもなんかそういう言えないで、向こうは全然協力者じゃないから分かんない、そうそうそう、で言っても多分最初はまあ言葉間違っても許すと思うんです。私はアメリカで移民の国なんですね。やっぱりそういう人ですごくストレート言う人っていう、そうではない人もいるんですけども、そういうことによって失敗しても大体まあいいんじゃないですか。多いんですっていうね。まあ、はっきり言うと、そう、もうちょっと思ったことはもう口に出すと、そう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 、ね、やっぱり言葉にしなくて分かってるだろうとか、うん、なんとなくこう素振りとかで分かってほしいみたいなのはやっぱり外国の方にはなかなか通じないし、日本人同士でもやっぱり誤解が生じるから、ありますね、やっぱりそこの意思ははっきり伝えた方がいいってことですね。ゆかちゃん、
外国人の素敵な男性にちゃんと自分から言ってくる。そうですね。自分からメイク行かないとダメですね。そうそうそう。大好きだみたいな、そう愛してます。そうですね。ゆかちゃんはミュージカルが好きだからもういつも何かセリフ言うとミュージカルトークが芝居がかってしまうんですね。でもそれぐらい表現しなきゃダメってことですよね。言わないと多分伝わらない。そうですよね。できますね。確かに。あとなんかオンビさん、日本の文化研究で有名な、超有名な、はい、あのドナルド・キンさんの通訳をされたって大変だったんじゃないですか。あ、すごく大変でした。すごく大変でした。どこが一番大変でしたか。あの、まあ、さ、あ、前は確かに仕事としては、あの通訳で翻訳仕事をしたんですけども、うん、一番あの1ヶ月前にダイヤをもらって、それで一生懸命調べました。私はあのどっちか言うと理系な人間、ずっと電気工学そっちの方が勉強してられたんですけども、ただし、その当日で1時間前に、あの話題がガラッと変わりましたと。ドナルド・キンさんの方に1時間前。わがまま。それは怖いですね。それでどうしたんですか。それ一応ね、あの一応もらった台で見たこと聞いたことないものなんですけど、でとりあえずその30分今その時に残してて、一生懸命 Wikipedia といろんな Google 検索してして、でバーッとノートに書いてきて、で状況なんですけども、あのどの君もすごいの人だし、聴取にいるよ、ちゃんとあの通訳料翻訳者いっぱいいるんで。なるほどね。じゃ変な言うないよね。それを乗り越えちゃったってことですね。いやさすがです。丸山くん第2話。ああ、夏が終わるんだな。日差しの角度が変わった気がする。昼間の残暑と朝夕の涼しい風、一粒で二度おいしいとでも言うべき季節だな。ハッピー丸山です。お電話ありがとうございます。あ、丸山さん、先日コミュニケーション 5.7 倍アップセミナーに参加した川上と申します。ああ、覚えていますよ。ヘアカットサロンの川上さんですね。お客さんとのコミュニケーションはうまくいってますか。あ、はい、おかげさまで最近ご予約も増えて、何より自分自身の仕事が 楽にして、店にいるのは笑っていれることが多くなりました。本当にありがとうございました。おお、それは素晴らしい。川上さんの実行力の賜物ですね。今日は私ではなく娘のことちょっと相談がありまして。娘さんどうされましたか。娘は看護師をしておりまして、今の職場はまだ勤務して半年なんですが、辛いと言って辞めてしまったなんです。実は以前も同じようなことがあって、今回で2回目なものですから、このままではどこ行っても勤まなきゃないではと心配になりまして。わかりました。娘さんとお会いしてみましょう。こんにちは。ああ、川上さんのお嬢さんですね。よく来てくださいました。はい、川上千佳と申します。あ、さあどうぞ座ってください。お仕事は看護師さんだそうですね。お仕事きついですか。そうですね、確かに仕事も大変なんですが、なんかいつも自分はちゃんとできてないなと思うところが多くて、先輩の仕事のペースにもついていけてないなって思うし、気配りも全然足りなくて、周りと比べると私って全然役に立ってないって思って、どんどん自信がなくなっていくんです。
職場を変えても周りの評価が気になって、なんかいつも不安なんです。みんなが私のこと仕事できない人って思ってるかもとか、いろいろ。お友達に悩みを話したりはしないんですか？たまに友達に会ったりしても、あんまり自分のことは話さないんです。みんなそれぞれいい会社に勤めていて頑張ってるみたいで、私も正社員としてちゃんとやってないと認めてもらえない気がするし、看護師で正社員だとすごいねって思ってもらえるからやってるみたいなところもありますし、辛いとか言えなくて。そうでしたか。ちかさんはいつも周りの目が気になって同じことを繰り返していたんですね。それは辛かったでしょう。私、いい仕事しようというより周りの評価ばかり気になって、どんどん自分を追い込んでしまうんです。ちかは自分の苦しさを初めてちゃんと話せた解放感と受け止めてもらえたことに気持ちが楽になっていった。ちかさん、人と比較するということや人の目を気にするということは自分がないということなんですよ。自分がない？そう、人や環境に支配されてしまっていて、自分が何者かを理解していないってことなんですよ。確かに自分のことなんて分かってない。ちかさんはこの世でただ一人の大切な存在なんですよ。人と比べなくてもちかさんのいいところはたくさんあるんです。いいですか？ここに小さなノートがあります。僕がシールを一つ貼りますよ。ほら、もうこれは魔法のノートになりました。ここにちかさんのいいところを50個書いてください。そしていつも持ち歩いてください。毎日ノートに書いたちかさんのいいところを声に出して読んでみてください。普通にコンビニで売っているノートに黄色いスマイルのシール。ちかは自分のいいところなんて考えてもいなかったが、そのノートに少しずつ書き出してみた。数日後、またちかはやってきた。ノート書いて持ち歩いてます。そう、よかった。続けてね。今日はイメージを広げてみよう。ちかさんは自分がどうなっていたら最高かな、どんな風になりたいかな。どんな風になりたいか。そう、職場のイメージはどうかな。同僚や上司とはどんなやり取りをしているかな。そこに見えるものや聞こえるもの、感じるものはどんなかな。いつもそのイメージを浮かべてごらん。地下には心理セッションと気エネルギーヒーリングによるストレスブロックを行った。地下はゆっくり深呼吸をしながらイメージしていくうちに、だんだん笑顔になっていった。ハッピー丸山くんからの今回のメッセージ。人を好きになれないのは自分が好きでないから。まず自分を好きになること。自分を好きな程度にしか人を好きにはなれないのです。ハッピー丸山です。お電話ありがとうございます。あ、丸山さん、ヘアカットサロンの川上です。娘が大変の世話になっておりまして、最近仕事も復帰してなんとか頑張ってるようです。おお、そうでしたか。よかった。いや、変わったなと思ったのは、仕事が楽しいと言ったんですよ。あんなに辛いって辞めたいと言ったなのにですよ、おどおどと感じがなくて伸び伸びしてるんです。なんかちょっと失敗しても大丈夫、魔法のノートがあるからと言ったんですよ。娘が明るいと親として安心です。魔法ってノートって何ですかね？そうですか。お役に立てて嬉しいですよ。よかったらカットにいらしてください。
サービスさせていただきますで。おお、またまた。それは嬉しいですね。秋になるし、やばいほど男前にしてもらいましょうかね。今日もやばいほどハッピー。サロンの担当演じていただいて、ね、ありがとうございました。素敵なラジオドラマになりましたね。先ほどねちょっとお聞きするのを忘れてたんですけど、ね、はい、あのオンビーさんにとってのコミュニケーションってどんな感じでしょう。コミュニケーションどっちかというと多分おもりのキャッチボールですかね。あのコミュニケーションするときには自分一方だけではなく相手の立場から考えてコミュニケーションする、なるほど、相手の立場から考えてのコミュニケーション、お話をする、あ、なるほど、相手を思いやるってことですね。素晴らしい、素晴らしいですね。でもオンビーさんと話してると本当に話してるだけでハッピーになるから、多分なんか無意識のうちになんかこう相手のことを考えてお話ししてくださってるのかなっていう、そういう感じがすごくします。コミュニケーション、そうなんですね。素晴らしい、はい、オンビーさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディングですよ。早いですね。おみさんありがとうございました。ありがとうございます。実はいいとも方式で、はい、次回のゲストの方をご紹介していただきたいのですが、はい、次はどなたが来てくださいますか。次は黒木真一ですね、はい、黒木真一さん、はい、黒木真一さん、はいはい、どんな方でしょうか。この方は、はい、私よりコーチングでやってる人なんです、うん、どっち言うと、うん、なんかそういうあの中類才能、まあ、うん、あの起業してる方に対する、うん、やってるんですよ。でもかなりあの正確に言うと、うん、まね、さらに元気、あの、元気にしそうな、いつも笑ってます。笑ってる、それは楽しみだ。番組のお二人ですね。じゃあ告知の方あれでしょうか、ね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、じゃあ、はい、マシューオンビーさんですけれども、はいはい、Facebook でですね、はい、あのご相談したいことが終わりになりましたら、ね、Facebook で MATTHEWONBY と入れてあの検索してください。出てきますのでね、オンビーさんがね、オンビーさんとつながります。丸山さんの告知もありますね。あの、はい、そうです ね、はい、そうしましたらですね、はい、私ですね経営者で朝活異業種交流会というのに参加させていただいているのですけども、はい、早いですよ、はい、Google とかですね、Yahoo でね、BNI One Space J-ONE J1 ですね、と検索してください。毎週金曜日の朝ですね、金曜日朝やってます。はい、元気な経営者が揃ってま す, です、ね、はい、あともう一個は、はい、はい、オンビーさんもですね、あの先週のゲストの東さん、はい、それからオンビーさんも、はい、あの所属していらっしゃるんですけど、ね、実は私も所属してます。トーストマスターズ、はい、トーストマスターズですね、はい、Google でトーストマスターズと入れてググってください、はい、トーストマスターズでぜひですね、あのスピーチとか、そうですね、はい、いろんなですね、はい、コミュニケーション、リーダーシップ勉強できますので、うん、ぜひご参加ください。オンビーさんはトーストマスターズの方からもお探しすることができますね。できます。はい、ぜひぜひ皆さん、有名な方ですね。そうですね、そうですね、はい、来月の、ゲストは先ほどご紹介いただきました黒木真一さんです。オープニングとエンディング曲は狩原陽介さん、ドラマの中の音楽は狩原陽介さんとジャズボーカリストのスハニーさんの音楽でした。本日のプロデューサーは幅さんでした。来月もお楽しみに。やばいほどハッピーターン。来月は10月の第1水曜日。 Thank you。